前回のカズクラ、ついに完成したと思われるトラップタワー、そこで放置をしてみると大変なことが、大量に大量に大量に物資が集まってくるんだ。その後はさらなる改造し、さらに快適になってしまった。ええ、ようやく階段をしっかり降りれます。はい、どうもこんばんは、カズクラです。いや、実はね、昨日 X にもあったかもしれないけど、じゃじゃーん、立浪先生とご飯食べてきました。そんでね、ここでもう告知しておきましょう。先生、来年桜マラソン参加決定です。おめでとうございます。チームメロス大人の挑戦がついに始まるみたいです。まだ桜マラソン来年もあるよとかアナウンスはされてないんだけど、おそらくあるでしょう。いやー、ぜひね、先生の応援よろしくお願いします。さあ、自分も頑張っていかないといけないな。いや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 、やっぱいろいろあるもんな。シーズン1から見てます。数の星コーナー今でも健在ですかと、あります。溜まってるやつあるんです。行きますか。あー、それでもう4月入って働き始め、お疲れ様です。どうですか、働いた方いますか。新社会人、上早さん、今日から就職始まりましたと、不安がいっぱいです。どうしたらいいですかとね、社会人になったってことかな。いや、そんなもん、初めてのもんはね、みんなドキドキするよ。うん、大丈夫、慣れる慣れる。ほんで、何も絶望することはない。なんか思ってたと違うとかね、いや、やっぱ違ったかな、あれが良かったかなとか、ちゃんと転職っていう文化があるから、だからいろいろ考えながらね、楽しく仕事やってください。さあ、ということで、カルピスから借りた骨ブロック。ちょっと待って、ちょっと待って、取ってくる取ってくる。おいしょー、おーい、骨ブロック取りに来たよ。うわうわ、たんまりたんまり。こんぐらいやればいいか、こんぐらいやれば。うわ、なんか下下なんか落ちてる落ちてる、なんか落ちてる、いっぱいテヘペロ。さあ、そしてこれをこうして、こうするとなんと骨ブロックになります。カルピスから借りた部分ちゃんと返そう。いやー、眠れなかったんだよな。オッケー、できたできた。あー、なんだかすっきりした。でもね、こんなんじゃない、すごいのあるから。やばい、リストでしっかり上げられてる。いや、やるよ、おらー、やっていくよ。行こう、猫ホテル、ノラベッド。確かになんかすっきりしないなーと思ったんだよな。まずこれ、ノラベッド、ノラベッド。屋根ないわね、ダメだよ。確かにここだと、まあ、屋根あるから、ここ一回置いてみよう。屋根ある、野宿じゃない、オッケー、よしよし、オッケー。ここは夜じゃないと撮ることできないんだけど、これ最終回告知のやつ、これは今いるかいらないか。いない、これはいらない。オーケーだ。よし、ここに来てまさかの猫ホテルがオープン。そしてこれも数の腰の一つである屋外に置いた、はい、これも食べるんだ、うまい。そしてこれだね。おー、すっきりー、すや、あー、よく寝たー、あー、よく寝た。やっぱ睡眠はマジで大切。これなんだろうね、この穴なんだろうね。また直しておくか。じゃあな、さらには、はい、この穴も修繕して、なんということでしょう、綺麗になってしまいました。綺麗だね。なになに、あー、コンクリート、はいはいはい。いや、でもほんと助かる。確かになんだかシミみたいなのあったよね。完全にシミになってるこれ。いや、これ全部固めた方がいいか、気持ちよく固めちゃおうかな。ちょっとまたリメイクみたいな感じでやっとこうかな。これちょっとリメイクさせたいな。あ、決めた、これ決めたわ、決まった決まった、はいはいはい、ありがとうね。リニューアルが決定したよ。これもみんなのコメントのおかげ、本当にありがたいと思っている。うわぁ、血見合った、誰だ。はい、一回ここらは綺麗にさせてもらいますね。はい、ありがとうありがとう、おいで。おやおやおや、一本道になったぞ。ってなると、ええ、こういったところだね。足りるかな、コンクリートパウダーを透かしていただく。さあ、これが足りるかどうかが非常に怪しい。やばいやばいやばい、98、足りた、いや、これ足りてない。想像以上にシミが大きかったようだ、足りてないな。くそー、でもまだここら辺もいっぱいあんだこれ。でもここが綺麗になると、やっぱり何でも道路大切、交通手段だこれは。ここさえ綺麗になれば完璧。そして本当にコメントありがとう。昨日のメインの動画とかでも言ったと思うんだけど、みんなコメント力強い、めっちゃ強い、コメント力もう優秀。もうね、マラソン大会の当日のね、もうチャット欄とか、それも X とかもね、もうめちゃくちゃ盛り上がった。本当にありがとうって心から思っております。はい、本当に改めてありがとう。いつも今日もコメントしてくれてる、マジで
ありがとう。やっぱ普通に活力になるんだよな、俺が。はい、綺麗になってく、綺麗になってく。ほんでなんか心動かされて、来年走りますっていうコメントも多々見られた。マジで待ってるからね。おい、綺麗になった。だからカズクラ大人部門代表として、ここをさらに綺麗にすると、この白い部分も綺麗にするんです。砂利だったっけ、砂利、砂利と砂と、ほんで染料。あ、これでできなかったっけ。いくよ。できた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 。じゃんじゃじゃーん。はい、これにて綺麗さっぱり干して、こうだよね。おー、ここらもできた。はい、ここで剥がれてたものも全てが綺麗になりました。さあ、では今こっち、はい、今ここ剥がした部分に今石を、はい、これ敷き詰めていきます。石をね、分かってます。石、いや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 、どう、見た目が寂しいみたいな。分かってる分かってる、こんなもん分かってるって。大丈夫、カズクラはうまくやるから。オッケーかな。おいで。やっぱ骨粉があるで、今骨粉があるからさ、おわ、増やせたよ。ほらほらほら。ええやん。で、ジャバジャバジャバ。わ、これにて綺麗さっぱり。さらには今から猫ホテルのこの謎の空間を修繕してしまった。すげえ整備されちゃったよね。あ、ここもちょっと待って、ここもやっとく。これ、これあれやな。いや、さらなるアレンジありだね。あ、カエルこんなとこにいた、元気してたか。うん、まあそれは置いといて。わ、いいやいいやいいや、ええやんええやん。え、ここら辺もちょっと緑色が綺麗になったんや。あ、めっちゃいい。あ、いいいいやん、ええやん。ええ、ギゴゴ、え、ギゴ、え、どこ行った。え、なんか下にいるんだけど、え、どうやって行ったのあいつ。しかも今なんかネザーに入ってる。あいつどうやって行った今。まあいっか、よかった今。おい、なんか行っちゃったのかなと思って、なんか知らんけど。お、よかった。まあまあまあ、ここも、あー綺麗になっちゃった。びっくりした。お、どうやって行ったんだ今。何今のイリュージョン、どうやって行ったの。マジびっくりなんだけど、どうやって落ちてきたのよこれ。いやー、世の中ほんと不思議なことがいっぱいだなーこれね。いやー、今日も当日ね、朝、もう今日から頑張る、今日からお仕事頑張るわ、いろいろと撮影とか頑張る。いや、昨日はね、もう午前とかは、なんか学校の発表会みたいなね、マイクラの、それを聞きに行ったりとかね、いろいろしてて、昨日も撮影時間取れなくてね、今日は取れる。今日別荘の撮影もやめた。うん、天気悪いからやめてよ。おとなしく家でゲームしてる。うーん、最高ゲーム。まあ結論として動画を数本見ただけでたくさんありました。ありがとうございます。これからも少しずつ頑張っていきます。いやー、ほんでまだやりたかった部分もあんだよな。やりたかった部分。あ、ここもちょっと、きれいにちょっとしておいて。これも、これもちょっと間違いなくいらないっての分かってる。分かってるよ。もうここも戻せっていうことでしょ。分かってる分かってる。はい、綺麗になっちゃったね。なっちゃったね、綺麗に。今の問題、ここの上が鬼湧いて、たまにクリーパーが落ちてきて、大変なことになる。それはダメだよ。これはダメ。さあ、ということで、みんな安心。スーパーカズビジョン。おー、出てきた出てきた、カズビジョンが。よし、では、まずはこういったところからなくしていくんだ。やっぱ昔と違って、この湧き潰しの範囲が広い。昔ほんとね、この7だったっけ、7以下は湧くんだったっけ、忘れちゃったけど、ほんとにめちゃめちゃ湧いた昔は。でも今はだいぶマシになった。よいしょ。わ、ここらもう湧きっぱなし。こういったところをなくすだけでこの村だいぶ平和になる。おお、意外とこの辺も大丈夫やないか。あ、よいしょ、はい、よいしょ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 。あ、いいいいじゃんいいじゃんいいじゃん。よいしょおいしょ、ええやんええやん、おいしょ、ええねええねええね、いい感じ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 。カルピスの前も待ってるよ。よいしょ、あ、よいしょ。うわー、なんだか、うーわ、この街がすごいすっきりしたように見えるぜ。え、めちゃめちゃすっきりだよね。分かってる分かってる、こういった励んだところも隠しとけって言うんだろ。分かってるよ、こうするだけでもうすべてが綺麗になってしまった。これが今年のカズクラだ。いやー、ということで今日はこんなところで。いや、朝撮るってどんだけ追い込まれてんだよ、ギリギリもあれだろうっていうぐらい。はい、ちょっとずつ綺麗になってきました。いやー、後ろのところも綺麗にしたいし、やりたいことはいっぱい。
みんなも春休み今楽しんでくれ。はい、ということで今日はこんなところで終わろうと思います。みんなもね、ぜひ暖かくなってきてね、桜とかすごいいい季節になってるから、ぜひお外にお散歩にお出かけください。最後に、1週間前に財布を落としました。免許すべてが入ってますと。落ちたことありますか？いや、家の中で財布なくして困ったことある。だから追跡タグを入れるようにしてる。財布には必ず、自分いつもどっかにポイって置いちゃうから。これから財布なくしそうな画面の前の君、アンカーの追跡タグおすすめだよ。薄型のカード型のやつ。はい、ということで今日はこんなところで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイキーン。